はい、アトラスラジオの時間がやってまいりました。山口敏太郎です。皆さん元気にしてますか？今日はですね、昨日に続きハガキがまた死ぬほど溜まっております。メール、ハガキ、お手紙ということで、アイムさんに読んでもらいたいと思っております。はい、はい、アイムです。こんにちは、はい、またまたおハガキがたくさんありまして、はいはいはい、早速読ませていただきます、はい、どうぞ。タイトル、はじめまして、はい、山口敏太郎様、初めてお便りさせていただきます、はい、YouTube でアトラスラジオを楽しく拝聴しております、はい、昨年秋頃からヨガ教室に通い始めたのがきっかけで、瞑想 BGM などを検索しているうちに、うん、神秘的な内容の動画をいろいろと見るようになり、アトラスラジオへたどり着きました。なるほど。最初は事件解決もの、霊視ものが興味深く、うんうん、そこからだんだんと四国にご縁が深いことを知りました、うん、私は夫の仕事の関係で四国在住10年が過ぎ、近光さんのお話は特に心惹かれて拝聴しております。なるほど。いつか剣山周辺を訪ねてみたいと思い、剣山周辺を訪ねてみたいと思い、うん、その関連動画として徳島在住のジョイさんのインタビューが出てまいりました。うん、K さんという方ですが、うん、山口様はご存知でいらっしゃいますか？知りません。はい。とにかく、あわべんで可愛らしく、生き生きと世間話のように話されていますが、とても不思議な内容で、近光さんのお話のような世界観を感じました。なるほど。徳島のローカル番組か何かわからない動画ですが、もしご覧いただけましたら、いろいろとご感想などをお伺いしたいです。わかりました。2本あり、下記タイトルでしたので、うん、検索可能でしたら幸いです。うん、はい、まず一つが、片田舎の女性医師がハリウッド映画化目指す、うん、アーク伝説で有名な剣山のふもとの徳島の人が書いたことにハリウッド映画関係者は驚く、うん、世界に例がない坂東捕虜、うん、はい、二つ目が、うん、ハリウッドでは徳島の剣山アークは有名、うん、日本人が知らない日本の始まりを外国人から教えられた、うん、日本と世界の歴史がつながる驚愕の話を女性医師が伝え、うん、突然ぶしつけなメールでお忙しい中申し訳ありません、うん、はい、私も山口様と多分同世代で、そういえば子供の頃は神話や古代文明の話などが好きだったと今頃になって思い出しています、うん、これからも素敵な番組楽しみにしています。はい、坂東捕虜の話はね、はい、第一次世界大戦の時に、はい、徳島に坂東捕虜がいたんですよ。坂東という地域があって、はい、そこにドイツ軍の 兵士が捕虜でいたんですね、はい、で地元の徳島の人と結構交流があって、はい、で、あのお祭りとか一緒にやってたんですよね、はい、それでになんと日本で最初に年末の大工って歌うじゃないですか、はい、あれを歌ったのは、はい、我が徳島県。え、あれが日本で最初に歌ったんですか？あれ映画化もされてますよ。あ、なんか私見たことあったかな、そういうの、うん、はい、なんか大工を初めて歌ったのは、はい、この捕虜たちなんです。見たことあったかもしれないです、ね、はい、へー、まあ、そういうエピソードがあるんですよね、はい、はい、なるほど。まあ、あのアークの話はまあ当然有名な話ですけどね、はい、あの今日僕がゲスト出るインター FM では、はい、地下鉄を掘らない四国、はい、徳島は絶対地下鉄を掘らない、はい、それはアークが埋まってるからだなんて。あ、そうなんですか？違いますよ、田舎だからですよ。地下鉄 だって地下鉄を掘ったって乗る人いないんだから、はい、え、そうですか？いないですよ。いないですか、ね、徳島駅の前だいたい歩いてても、はい、そうそう人に会わないですよ。昔徳島の方旅行した時に本当に電車1本乗り遅れると、うん、1日のスケジュールが全部アウトになっちゃうぐらいの、ね、そうなんですよですね。だからね、はい、あのもうダメですよ。ダメとか言っちゃダメですよね。あのもう俺が知事になるかなって、うん、いいですよ。はい、でもまた またそんなこと言うとまた騒動になっちゃうからやめとこう。はい。はい。ということですね。はい。はい、次がですね。はい。タイトル、アマビコちゃん、お友達とアトラスラジオを見るの巻。はい。ビンタロウ先生、アイムさん、スタッフの皆様、こんにちは。はい。そしてビンタロウ先生、お誕生日おめでとうございました。ありがとうございます。終わっちゃったね。はい、トコトコです。トコトコさんですね。トコトコさんね。はい。ビンタロウ先生が一昨日、7月19日の放送で、うん、アマビエのことを呼び捨てではなく、アマビエちゃん、アマビエちゃんと、
ちゃん付けで連呼するので、うん、なんだかうちのあまびこちゃんが陰陽師ビンタロウ先生に召喚されているような気がして、うん、急遽ステッカーに使えそうな絵を描くことにしました。うん、あ、その人。あ、はい、デザインくれた人。そうですね、うん、待ってましたって、ね、急げばビンタロウ先生のお誕生日に間に合うと思ったのですが、うん、ギリギリ間に合いそうなタイミングで、うん、3DS の電池が切れました、うんうん、チーン合唱。そして、うん、3DS のお絵描きソフトだとこのサイズのものしか描けません、うん、背景なし多分透過できていないです、うん、と背景付き2種の計3枚お送りします、はい、ということで、あの可愛らしいのが送られてきていますね。どんな感じですか。こんな感じですね。これちょっと色違いとかで3枚ありますね。アマビコちゃんってどこですか。アマビコちゃんこれですね。アマビコちゃんですか。とあとカラカサ小僧と一つ目小僧ですかね。一つ目が多いですね。はい、ああこれいいんじゃないですか、ね、あちょっとなんかね解説がついてましたね、はいはいはい、図の解説です、うん、アマビコちゃんがお友達の一つ目くん、かさばけくん、こぎつねこんちゃんとこだぬきぽんちゃんと、うん、今日はどんなお話かな楽しみだねと言いながらアトラスラジオを見ています、うん、かわいいものの大好きなアマビコちゃんはきなこちゃんが出てくると大喜びです。きなこほとんど出てこないおそらくアマビエさんやクロセルをはじめとする見えざる存在たちはこの番組に注目していると思います、うん、そしてその話を真摯に聞き取りきちんと紹介するビンタロウ先生にとても感謝しているのではないでしょうか。クロセルも聞いてるかな。聞いてるかなはい、うん、私の拙い絵でビンタロウ先生、アイムさん、スタッフの皆様がほんの一瞬でもほっと和んでいただけますように。後ほどカラーでプリントアウトしたものを郵送しますね。あ、いいですね。ということですね。これをこれデザイン、ね、これ、ね、ステッカーに使えますもんね。使えますね、うん、じゃあちょっとステッカーに使わせていただきましょうか ね。これ2つ目の候補。2つ目の候補ですね。はい、うん、なかなかいい、はい、あ候補というか、まあ、2つ目に決定っていうことですね。決定でいいですね。はい、じゃあ、はい、トコトコさんちょっと決定しましたので、はい、はい、ありがとうございました、うん、次がですね、はいはい、ですね、誰だろう、これはちょっと、はい、あ、エビプリンさん。あ、エビプリンね。はい、はいはい、本日のアトラスラジオを拝聴いたしました。皆様、うん、こんばんは、うん。いつもありがとうございます。はい、山口先生はもうすぐ54歳なのですね。ということで、あのちょっとだいぶ前のやつなので、うん、54歳になってしまいました。おかしいんだ、俺53歳の記憶がないんだ。またないまたまたまた、ね、去年52歳じゃなかったっけ。それはね、それは違います。いやもう、はい、TCC が、はい、タイムコーポレーションの、またその話ですか。俺の1年間を操作したに違いない、はい、操作されたんです ね、 ねえ、はい、ということで、うん、はい、ですね、自分も似たような年回りですので先生みたいにお役目を果たしていないようでお恥ずかしいです。さくらさんですが、先生の前世の見方など興味深く、普段はお仕事されているなら見ていただきたいと思いました。え、じゃあこれ転送してあげてくださいよ。そうですね、はい、うん、あまり高額ですと今は無理なのですが、うん、高額ではないと思いますので ね、 ないんですね、はい、ちょっと紹介させていただきましょう。山口先生は今回のラジオの終盤では気持ちがすっきりされたような澄んだお声をされていたので、山本さんが喜ばれたのかしらと思いました。山本行動が前世で、ああ、なるほど。で、あれ、はい、神さんが言ったら、神さんも言ってましたけど、はい、山本行動ってこんな寝癖が強い、はい、ピンコ立ちになってる、はい、髪の毛が寝癖がピンコ立ちになってる、はい、なるほど。あれ、この時からこんな寝癖がついてる、うん、そうですね、きっと前世は山本行動さんなんだ。だってなんか、テレビの撮影の時も寝癖ついてますもんね。え、あ、そうですね今度は気をつけてください。あのギャラが安いんだなっていうことが分かる。スタイリストがつかないんだ。安いな、これは。スタイリストとか、あと何ですか、メイキャップさんつかないんだな、みたいな。メイクさんつく仕事はもう高い仕事、はい、高いですね。高い仕事です。はい、わかりました、はいはい。前回、取り留めもない話を送ってしまいました。ステッカー欲しさにお蔵入りしていた本当の話を出してみました。はい、友人、知人、家族にも理解してもらえないので、ずっと封印してきた話がポツポツあります。うん、また、メールにて送らせていただければ幸いです。はい、採用されずともこのような場所はありがたいです、うん、はい、亡くなった親戚や親の亡くなった友達が亡くなったすぐに夢に出ます、
叔父の時は大阪まで行けず、家で般若心経を唱えて寝ましたら、叔父が隣にいて、なぜか神社に行き、二人並んで拍手を2回して、頭を下げました。拍手じゃない、柏でか？柏ででしょうね。柏でを2回して頭を下げました。うんうん、ふわっと叔父は消えて行き、夢も覚めました。うん、その日に叔父は亡くなりました。母親の友人が亡くなり、その話を聞く前に夢を見ていて、母親と私がいて、知らない女性が母親と話をしている夢を見ていましたのを思い出していたら、どうやら特徴がその亡くなられた友人に似ていて、話をしたら合致したことがありました。私は母親を連れ、綺麗な建物の外側廊下に案内します。下は土ですが、整備されて平らで綺麗です。森か林の中ですが、エプロンをした女性がカゴを持って母親に、間に合わない、間に合わない、いくら急いでも間に合わないのよ、と言っていました。あまり良くない夢かと忘れていたのですが、それを話したら母親が、ん？それ、蚕だわ、と生前に蚕を育てていたらしく、母親に、いくら餌をあげてもあげたそばから食べるから間に合わないのよ、と話していたのを思い出したそうです。で、格好を教えたら、やはり蚕のお世話の格好だと。風貌も話し方もそっくりでした。しばらくまた思い出し、あそこはどこだろうと。神社のようでした。調べましたら、霞ヶ浦の周りに蚕の神社が3つほどありました。多分そこだなという場所がありました。明るくて楽しくて、母からあげた人形を大事にする方だったので、夢を見れたのが嬉しかったのですが、母親もよく亡くなった人を夢に見るたちなので、ちょっぴり悔しがっていまして、申し訳ない気持ちになりました。うん、これ、お母さんのお母さん、はい、お母さん、いや、お母さん自身ですね、きっと。お母さん自身、はい、お母さん自身です。あ、自分のお母さんが死んだ後出てきた。あ、いい、あの、お母さんのお友達が出てきて、お友達が出てきた。はい。で、お母さんに、あの、なんか、いくら餌あげてもっていう話をしてたんですね。うん、なるほどね。はい。いいですね。ちょっと亡くなった人、うちの夫は全く出てきませんね。夢から。あいむさんは霊感ないんじゃないですか。ないんですよ。なんか四十九日過ぎちゃったんで、もうあの世行っちゃいましたかね。割とドライですね、ご主人も。そうですね。全く。めめしくはないんですか。全然めめしくなかったですね。あっさり。あ、クールなんですかね。いや、クールじゃなかったと思うんですけどね。なんでしょうね。出てこない。出てこないですね。はい。ということです。はい、はい、次がですね、はい、はい、美術館の会、はい、山口敏太郎様、アイム様、タートルカンパニーのスタッフの皆様、はじめまして、はい、ゆきんこと申します、はい、いつも楽しくアトラスラジオを拝聴しています、うん、特に水関係のユーマが大好きなので、北方領土の首長竜のお話や鹿児島のカッパのお話などはとても興奮しました。うん、私は霊感はないのですが、目に見えない世界が大好きで、今回は知人に聞いた美術館の会議を、ご報告しようとメールさせていただきました、うん、大阪のとある美術館で監視スタッフとして働いている友人の話、うん、美術館はたくさんの展示部屋で構成されていますが、やたらスタッフの調子が悪くなる部屋があるそうです、はあ、霊感のあるスタッフの話によると、うん、あの部屋出るよ、床から無数の手が出てるとか、 あの赤い絵はパワーがあるから、あの絵の近くにいれば大丈夫などと教えてもらえるそうです。また別の美術館のショップ売り場に勤める知人 A さんの話、うん、以前円空木磁器展を開催した際、うん、はい、全国の円空物木磁器物が一堂に会し、うん、展覧会場はパワーあふれる異様な空間になったそうで、霊感のあるスタッフなどは調子を崩してしまっていたそうです、うん、その期間中ショップで A さんと霊感のあるスタッフ2人に待機し、あ、2人で待機していた際、霊感のある2人が突然お経の声が聞こえると言い出しました、うん、A さんには何も聞こえなかったのですが、2人によると美術館の中からたくさんのお坊さんの読経の声が聞こえるというのです。怖いな。はい、確認のため美術館に今読経の声など流しているかと聞いても、そんなもの流していないということでした、うん、ただ A さんもさもありなんと思えたそうです。 A さんからはまた別のエジプト展についてのお話も聞きました、うん、ミイラの展示もあるため、展覧会を始める前には神職の方を招いてお祓いをしたそうです、うん、頭部だけのミイラもいくつか展示されており、毎朝スタッフがショーケースの掃除をする際、やはりちょっと怖くて頭部のミイラに向かって、おはようございます、
今からお掃除させていただきますと毎回声をかけていたそうです、うん、そんな中普段真面目で冗談を言わないようなスタッフが真顔で A さんに昨日最後に戸締まりをしようと館内を見回りした際山犬みたいな大きな黒い犬が館内をすごいスピードで駆け回っていたと話したそうです。そのスタッフもさすがに現実のものではないと分かったためそのまま黙って扉を閉めて鍵をかけたそうです。エジプトの神様にアヌビスという黒い犬の神様がいますがそれではないかと A さんは思ったそうです。後で調べてみると古代エジプトでは犬またはジャッカルが墓場の周囲を徘徊する様子を死者を守ってくれているのだと考え、うん、ミイラ作りの神様として崇拝していたとする説もあるようです、うん、どちらにしても時を経たものには何かしらゆかりあるものがついているのかもしれないと大変興味深く聞きました。お話は以上です。例だけでなく作品には作者の念も込められていると思うので美術館や博物館にもいろいろ会議はありそうですね。最後まで読んでくださってありがとうございました、うん、これからもアトラスラジオ楽しみにしています。はい、はい、ということですね。なかなかね気持ち悪い話ですね。そうですね、そういう博物館美術館で多いですよ。はい、なんかどこだったかな、弟の友達が博物館に勤めていて、はいはい、前聞き取りやったことあるんですけど、はい、やっぱりねあのなんか真夜中の博物館が、はい、こう中身が飛び出絵から中身が飛び出してくるとか、はい、あったじゃないですか映画、はい、なんとかミュージックチアムとか、はい、あれああいうあれに近いことがあるみたいですね、はい、気持ちの悪いことが。そうですね、ミイラとかもね、うん、出てきちゃったら怖いですね。掃除してて挨拶したら返事したらって怖いでしょ、はい、返事したらとんでもないですね、うん、ちょっと掃除させていただきますって言った、はい、あよろしくお願いしますって、首だけが言ったら怖いですね。もうぞそっとしますよね、はい、みんなね、ってねえ、はいはい、はい、ということですね、はい、次がですね、はい、初めて幽霊と思うものと出会った時の自分、うん、で匿名12号さん、うん、はい、ビンタロー先生はじめ皆様雨の方は影響ありますか、うん、心配しています、うん、アトラスラジオの皆様いつもご苦労様です、うん、調子の方はアイムさんの和やかな声で勝手に安心しております、うん、なんか最近ちょっと早口になっていっぱい読もうとしてって感じですかね、はい、いやでも全然ないで大丈夫ですかね、うん、はい、何度か紹介されたのに住所を書くのを忘れたので今回ゲットを目指して送ります、うん、なんと今回も住所がないですよ。あらうっかりさん、うっかりさんですね、はい、住所送ってくださいね、ステッカーを送ります、うん、はい、なるほど、最近あの世とこの世の壁が薄いといろんな方が言っています。だからなのか幽霊なるものを目撃激突したことを話させてもらいます。激突したんですかね、うん、はい、あるよ。右折する際異様に横断歩道に誰もいないかと他の道よりやけに気をつけてしまう国道があります、うん、大抵夜中か明け方に通るので一度自動車が来ないと踏んだおっさんがまるでスクランブル交差点のように渡っていくことを見たぐらいでめったに人が渡るのを見たことがありません。右折なのに右から渡る人がいないかはっきり見えづらいこともあり止まっている車のライトが LED になっているせいで余計眩しく、自分は昔のライトのままです。国道の右車線2台あればなおかつ左側車線の手前までゆっくりと確認する癖がついてしまうほど気にします、うん、その日は偶然にどこの車線にも車はおらず後続車もいなかったのでああゆっくり確認できると左外側車線に曲がろうとする前にもやもやした人がいたので、上の方から人間の形に半分なりかけた時自分に幽霊になる気でいるこのもや野郎全身出てくるなんざさせてたまるかと強気でそのもやに突進しかき消した自分ん？こっち向きに見ようとする前に輪郭髪型黒服の若い野郎に負けてなるものかと消えろって言ってんだろと声に出し突進した自分、やっぱりイノシシ年生まれだから突進したんだろうと怖くない話ですがそんなことがありました。たまたま出てきてしまった幽霊はそれっきりでもやもなく今でもゆっくりと確認しながら右折することはしています。うん、それ以前お盆の時期には必ず人の車に張り付く顔やらおかんがしまくる自分は変なものがついてきそうなものなら家の外
家の外、母の寝ている寝室に起きてと何度もノックし、塩を家に入る前に払うようにしてちょうだい。拾ってきたらしいから、怖いから、お願いと何度か起こして払ってから家に入る自分が、今はなぜかそういうことが少なくなって全然気にしなくなりました。怖い話は超怖がりで、心霊スポットに行く人の気が知れないのは今もですが、自分が祖先に守られている感が多く感じるにつれ、出るならまず宇宙人連れで来ないと認めんと言うだろうと考えます。見えない自分の勘で動く今日この頃です。長文乱文打文、総揃いかつ怖くもない話でした。読まれると嬉しいです。ラジオに取り上げなくとも読んでくれてありがとうございました。はい、匿名12号さん。こう幽霊が姿になる前に消えろって言っちゃうんですね、うん、あ、でもいい作戦だと思いますよ。そうですね、観測することによって人の形になるんですよ、はい、観測することによってこう見てじっと、はい、あ、この部分分かりますよ、はい、あ、これやばいなって、はい、あ、これだんだん人の形になるなと思った時は見ない、はい、観測をやめちゃうんです、はい、そうするとあと追ってこないんですか。追ってこないです。で、はい、観測して人の形になるまで確かめる人がいるじゃないですか。はいはい、あれダメなんですよ。あ、なっちゃう。そうなんですね。で、はい、要するにね、これ、はい、素粒子物理学の話になるんですけど、観測するから奴らは損害するんですよ。はい、もうシカトしちゃえばいいんですよ。はい、シカトしちゃうと全く形にならないです。はい、あ、じゃあ自分を見えてる人がいるから。うん、姿を表す、そういうことです。私全く見えないんで、ええ、じゃあ私の前には出てこようとしないんですね、きっと。出てきてもつまんねえやって感じですかね。出てるのに気がつかないのかもしれないですね。そうですね、きっとそうですね、うん、なるほど。まあ、はい、ステッカー書くために、ね、送るためには住所を送ってくださいという、はいはい、住所を送ってくださいね。はい、はいはい、次がですね、まだなんかいっぱいあるけど時間大丈夫ですか、ね、まだ大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、ですね、タイトルがもしかして前世、うん、山口先生、アイムさん、タートルカンパニーの皆様こんにちは、うん、はい、九州の M です、はい、私には以前から夢の中で訪れる場所が2カ所あるのですが、はい、今朝7月17日その夢を見て目が覚めました。はい、その場所は夢の中で何度も行っていて懐かしさを感じていた場所なので、今世で以前にも行ったことのある場所だとずっと思っていました。うん、若い頃厳しい研修施設にいたことがあったのでごっちゃになっていました。うん、夢の中ではこれは夢だと分かって見ています。うん、静かな環境にあるその木造の建物は修行の場所、この場所へ行くと緊張感が走ります。うん、建物の中に入ろうとしますがなぜかどこから入ればよいのかわからなくなり迷っていました。うん、そこへ2人の男性が登場。うん、1人の男性からここにはもう来ない方がいいと言われました。うん、そしてあ、ここは今世で行ったことない場所だったと気づいて目が覚めました。うん、そしてアトラスラジオセカンド213前世への旅を1日遅れで視聴しながら、もしかしたら夢で見ている場所が前世の記憶なのかもと思うようになりました。うん、そんなことってあるのでしょうか。うん、気になってメールしてみました。うん、夢は予知的なことも含めてよく見る方です。読んでいただきありがとうございました。なるほど、はい、ありますね。ありますか。あの前世のことを夢で思い出すことはしょっちゅうですよ。はい、あ、そうですか。うん、まあそれで、はい、まあ、今度催眠とかね、はい、太鼓催眠とかかけると結構出てくるんで、はいはい、あのまあそうやって前世を思い出していくんですけどね、だんだんと、はい、あ、私最近ですね、ここの事務所の書庫で、なんかお客さんが取材に来ている夢を見ました。あ、夢を見たんですか。見たんですよ。で、お客さんでなぜか知らないけど、ラーメンを作らされている夢なんですよ。あ、金曜日インタビューに来たからじゃないですか。そうですか。取材に来た方に。S 君がインタビューに来たから。インタビューに来たから。うん、で、なぜかラーメン作らされてるんですよ。え、ラーメンどうぞって出す。そうなんです。不思議ですね。変な夢ですね。変な夢ですね。意外と、正夢になるかもしれませんね。はい、はい。ということですね。次がですね。はい。はい、毎日配信ごっつあんです。毎日って言うんですか。そこやっぱり突っ込みましたね。何ですかその、あ、いや、なまってんのか、それともその文章がおかしいのか。滑舌が、私の滑舌が毎日こいつ滑舌が悪いんです。
本当にアイムさん東京生まれですか東京生まれですけど、いろんなとこ転々としてますからね。あ、でもなんか北関東の匂いを限りなくしますよ、はい、毎日毎日一生懸命働いてるだそう、あの教科書を読まされて国語の時間に、ああそうなまってますねって先生に言われたことがありますから。あ、そうなんですか。はい、ということですね。行きましょう。はい、毎日配信ごっつあんです、うん、今日夫が買ってきた冊子の裏表紙にアマビエ&赤べこのお菓子が載っていたので、うん、送らせていただきます、うん、お菓子の蔵太郎庵というところで出したようです、うん、現物でなくてすいません、うん、ワラビーと申します。これ多分あのハンドルネームがワラビーさんですかね。うん、そうですね。赤べこも会津に疫病が流行った時に赤べこ人形を持っていた子供は病気にかからなかったという伝承があるそうです。あ、なるほど。うちにも赤べこがいるおかげか感染せずに暮らせています。まだまだ長い戦いになりそうですけどね。日本人の精神性が試される時、見せどころ踏ん張りどころ、うん、政府も団結して知恵を絞って腹を据えて決断してほしいと願うばかりです。そうですね。人というものががっちり合うとものすごい力が出るんですよね。そうです。オカルト話でなくてすみません。いやいや、ということであの絵が、うん、なんかもうかわいい赤べこちゃん、あの上に乗ってるじゃん。はい、すごい強力ですね。赤べこちゃんも効果があるのにアマビエちゃんも ねこういうふうに乗ってるところが、はい、いやこれ面白いですね、はい、赤べこの首が折れそう首が折れそうなの。そこに注目ですかなんか、はい、アマビエちゃんが体重重そう。あとはこうおまんじゅうに絵がついて、最近なんか結構ありますね、おまんじゅうにアマビエちゃんとか、うん、でこれはあの赤べこちゃんとおたくさんですかね。というこれですね。これテッドじゃないですか。テッドです。テッドですね。テッドですよね。はい。という絵でした。はい。わかりました。はい、ありがとうございます。で、あれこの方もね、住所がなかった。あら。ステッカー送れないから。はい。住所を送ってください、ね。はい。住所とお名前お願いしますね。はい。はい、次がですね。子役残酷物語を読んで。はい。はい、ビンタロウ先生、いつも楽しくアトラスラジオを拝聴しております、はい、猫マカロンです、はい、以前はお電話で取り上げてくださりありがとうございました。いえいえ、最近はもうアイムさんとのやり取りが面白くて、うん、アイムさんの声を聞かないと寂しいくらいになってますって。あら、アイムファンじゃないですか。あららら、ありがとうございます、ちょっと私声は全然自信ないんですけどねっていう。ファンがいますよね。ありがとうございます、はい、そしてお誕生日おめでとうございます、はい、ハッピーバースデー、いつまでも若々しくいてくださいね。まあ俺多分53歳だと思いますけど4歳ですね。いや、クロセルが脳をジャックしたんです、はい、また絶対そうだと僕は思ってます。本当は57歳ぐらい。違いますよ、陰謀が隠されてる。陰謀ですか。絶対おかしいと思う、はいはい、今回メールしたのはアトラスの子役残酷物語を読んで少し寂しい気持ちになったからです、うん。あ、はい、うちにも子役、アトラスニュースの方ですね。アトラスニュースですね、多分ね、はいはいはい、うちにも子役でずっと舞台中心にやってきた息子がいます、うん、私は言うならばステージママということになるのですが。なるほど。田舎ですし昔から子役だとかステージママというと周りから何か言われるかもしれないと思い、こっそり芸能活動をしてきました。きっかけはあるオーディションに合格した時から始まりました。うちの息子はとても背が低く他の子と比べたら格段に身長は小さかったので、年齢は高くても幼く見られるために年に1回以上は舞台に出させてもらいました、うん、地方はほぼ仕事がない中とてもありがたいお話でした、うん、舞台が大好きでいつかは舞台俳優になりたいというのが今も夢です、うん、このコロナの影響で思うようにならなくなってしまっています、うん、同じ事務所のお母さんからは〇〇は小さいから得してるよね、演技とかではなくてそれで呼ばれるのよねと言われることも、うん、そうかもしれません。親は2人とも身長は低かったので将来が不安でしたし、うん、伸びがとても悪かったので病院に行って検査も受けたりしました、うん、でも全く異常なし、遺伝なので成長ホルモンの注射は打てませんでした、うん、どこの病院でも健康だから大丈夫と言われました。とにかく背が高くなりたいがために整体に通ったりもしました、うん、結局高校2年生ですけど現在155センチしかありません。身長を伸ばさない努力は一度だってしたことありません、
でももしこのままで子役から舞台やっててこの身長となると、今回の記事のように抑制剤打ってたんじゃないかなんて言われることがあるのかなとも考えてしまいました。そしてもちろん事務所も経営していかないといけないですよね。俳優さん女優さんだけのお金だけではやっていけなくなるので、レッスンをするためにお金をは仕方ないと思っています、うん、塾にしても習い事にしてもお金はかかります、うん、そこからオリンピックに行く子、サッカー選手、ピアニストになる子はどれだけいるでしょう。事務所の場合も演技や歌やダンス、その他もろもろ受けられるレッスンプラスアルファでオーディションに合格すれば、テレビだとか映画だとか舞台に出演できたりするわけで、ただそこまでの道のりは先ほどのオリンピックやサッカー選手みたいにすごく遠いんですけど、うん、はい、とここまで書いたんですが、確かに悪徳な事務所もあるかと思います、うん、光と闇というように目立つ分闇も深いところもあるかもしれません、うん、なので見極めないととても怖いですね。怖い、はい、うん、お金の猛者に、お金の猛者になってしまう親御さんとマネージャーさん、こんな悲しい話が他にもまだまだあるなんて、うん、どうしても悪いイメージがついてしまう子役事情、子供を働かせているというイメージもあるのかもしれません、うん、そうではなくて夢に向かって頑張っている子役さん、そのお子さんを支えて心から応援をする親御さんなど、イメージも少しくらいはあってもいいのかなと思いました、うん、親も本当に悩みます。子供の意思ではなく親に言われて舞台に立っているのではないかとか、長くなってすみません。ところで粘土で光るアマビエさん、あまりに簡単ですが作ってみました、うん、よかったら見てください、猫マカロンさんでした、うん、で、粘土で作ったアマビエさんがありますので、こんな感じで、はい、なんか可愛らしいですね。可愛らしいね、あの猫ちゃん、猫さんだって、アマビエちゃんですね。猫マカロンちゃんが作ったアマビエちゃん、猫マカロンさんです。アマビエちゃん、はい、これあのガッツ星人に似てますね。なんかまたガッツ星人ていうか、アマビエちゃん自体ガッツ星人になんですね。似てるんですよね、はい、あのどなたかが描いたり作っても、うん、ガッツ星人に似てしまうんです。はい、ということでこれ保坂さんに、ね、ああそうね、やってもらいましょうね、うん、ガッツ星人はね、セブンを苦しめた宇宙人ですから、はい、そうですか、ね、ね、子役さんのね、ちょっと大変なお話でしたね、うん、そうですね、背が伸びない、僕は167でちっちゃいって悩んでましたから、はいはい、最近またちっちゃくなっちゃって165、6しかないんじゃないか、縮んじゃったんですか、縮んじゃった、1センチちょい縮んじゃいましたよ、はいはい、したらもうシークレットブーツ履く、ね、履くしかないですかね。そんなちっちゃくないですよ、それ5センチぐらいの履いちゃったらもう急、ちょっと急に伸びちゃいますよ座敷に上がったら、うん、あれって感じですね、ちっちゃくなっちゃうんです、ね、そうですね、はい、まあ、あのちっちゃくても、はい、あの気持ちですよ、はい、そうです ね、大きいことをやれるかどうかってのはまた別問題ですからね、はい、うん、もうちょっとスケールの違うことを教えていきましょう、はい、そうですね、うん、はい、ということですね、はい、あとはですね、はい、次がですね、はい、はい、タイトルがアマビエ疫病併癒を祈願し、こんにちは、ペンネームローマ太郎です、うん、2020年7月15日木曜日の岩手日報にアマビエの記事を発見しました、うん、岩手県奥州市の光明寺に疫病併癒祈願としてアマビエ菩薩が設置されたとのことです、うん、何でも菩薩にするなアマビエに注目が集まっていますね、うん、ということでですね、あのちょっと住所とお名前がないので、うん、でこちらがこういう記事だそうですね、うん、こんな感じで、はい、わあ、こういう風に作ったんだ、はい、なんか割と安いっぽくまだそんなこと言って見えちゃうそんなこと言ったそうで、なんかね、いろんなアマビエが出てきましたからね、うんうん、ちょっと目が超えてきてしまいましたか、私たちも。そうですね、アマビエの、はい、僕が買った博多人形のわらびに ありましたね、アマビエに比べるとちょっとね、はい、まだそんな比べちゃダメですよ、うん、ね、ありがたみがな、はい、ね、これは菩薩だ、これはこれで、うん、ね、ということです、うん、はい、こちらもちょっと画像を載せてもらいますね、はい、はい、次がですね、はい、はい、ラジオネームももさん、はい、はい、いくつか、あとか何回かに分けてお話を紹介させていただいていますね、うん、はい、次がですね、入院先で嫉妬された話、うん、
祖母が60代で脳血栓で入院した時の話です。あ、個人病院で私の家のかかりつけということもあり、当時は家族の深夜の付き添いが許されていました、うん、20歳ということで付き添いのローテーションに入れてもらいました、うん、私の当番の深夜、個室入院の祖母はベッドで寝ており、私は長ソファーでしばらく様子を見ていました、うん、安定してるしちょっと横になりました。気がつくと寝ているはずの祖母がベッドからぐいっとすごい勢いで起き上がりました、うん、え、おばあちゃんトイレ、私付き添わなきゃ、慌てて起きようとしたらガッチガチの金縛りが襲いました、うん、そこでおかしいことに気がつきました。部屋の様子もはっきり見えていて、祖母が起き上がったのも見えてるけど私目をつぶってる。その瞬間ありったけの力でソファーごと左右にめちゃくちゃ揺すぶられました。あ、体から私抜けるかも、やばい、と思った瞬間、目を開けたら金縛りが解けました、うん、祖母はすやすや何もなく寝てまして、起きた気配すらありません。私だけいつもの汗ドバーッと出て呆然。これも感じたことですが、子供、孫まで付き添う姿に以前ここにいた方が嫉妬して私を怖がらせたのかなと。祖母のことで頭がいっぱいで、その日は魔除けのもの何も持っていなかったのでやられちゃいました。なるほど。何かありますか？どうしないです。そうですか、はい、そうですね、お見舞いにね全然来てくれなかった人から見ると、うん、ね、お見舞いに来る人とかすごく羨ましかったのかなっていうのがありますね。それはありますよね、そういう面はね、はい、うん、はい、次が他界した夜、うん、祖母が亡くなった夜、次の日の通夜、お葬式と続くので、その日は自宅に戻るように言われ、部屋のベッドで横になりました、うん、いろんな疲れもありすぐ眠りに入ったのですが、うん、急でした、うん、突然バタンとすごい音を立てて部屋の扉が開く音で目が覚めました。お、台風の風に煽られたかのような音です、うん、きっちり戸締まりして部屋の扉ももちろんしっかり閉めてあるのに、うん、目が覚めると同時に金縛り、かろうじて扉の方向を見ると黒い塊が見えました、うん、え、これはひょっとして、うん、少し離れてはいましたが形は腰を曲げて歩く祖母だとすぐ思いました。うん、私の机の前でもじもじしていました、うん、子供の頃からオカルト話やあの世についていろいろ語り合った祖母、金縛りは苦しいけどあの世はあるんだよと知らせに来たんだと思い怖くはなかったです、うん、黒い塊はスーッと消えてなくなりました。扉は閉まっていました。さっき確かに扉開いたんですけどね、うん、翌日母には報告しました、うん、母が極度の怖がりなのを知っていた祖母、祖父が亡くなってからずっと母は、うん、お父ちゃん怖いから姿だけは絶対見せんといてが口癖だったようで、うん、お父ちゃんの何が怖いのとよく会話していましたので、母のところには行かず私のところに来たのだと思います。翌日母の妹、おば二人、弟、おじ、三人に言いたかったのですが、おかしなこと言うなと言われても困るので黙っていたら、おばの一人が、昨日お母ちゃん来たと思うねん、2階で寝てたら1階ですごい物音がしてさ、見に行ったらお母ちゃんの写真倒れてて、あんな音したことないねんけどと唇を切ってくれました、うん、するともう一人のおばも、私も昨日夜中すごい音で目が覚めてん、一緒やわ、おじは、ああ、それお母ちゃんやで、うちにも来たから、おじは霊感があるようです、うん、もちろん私も実はと伝えることができました、うん、私がいろいろ不思議体験しているとうすうす知っていたおじとおばたち、みんなのとこ挨拶回ったんやね、お母ちゃん来てくれて嬉しいなとみんな言っていたので、祖母も大満足なのではなかったかと思います、うん、オカルト大好きだったから、うん、あの世はあるのよと言いに挨拶回りしたのだと思っています、うん、長々と失礼しました、うん、はい、珍しい体験とは言えませんが、一つ一つが私の祖母にまつわる不思議体験でもあり、うん、大切な祖母に関わる思い出です、うん、もちろんリアルな生活の思い出もありますが、うん、不思議体験は通常の思い出にプラスされていますので、こういう体質で良かったと思います、うん、ラジオの放送、テレビ、執筆、闇との戦いに忙しい先生とは存じますが、お目通しいただければ幸いです。今週は水害、地震と不気味な動きばかりが目立ちました、うん、アベンジャーズの方々が守ってくださってなければと思うとゾッとします。
いつもありがとうございます。生放送楽しみですが、皆様長時間ご無理なさらないでくださいね。うん、先生の荒ぶる姿見れるかな、うん、生ならではの迫力、爆発期待します。うん、アイムさんのお姿見れるかな、まだ諦めてはいません。勇姿をぜひ。ラン&きなこちゃん見れるかな、アジサイの回可愛かったです。また散歩動画待ってます。どうしても外せない用事があり、すべて聞けるかギリギリのところなんで、アーカイブに残していただけるととても嬉しいのですが、うん、長文乱文申し訳ありませんと言いつつ、うん、まだ恐怖体験書ききれていません。ステッカーも希望しているので、来週以降またメールいたします。うん、先生、アイムさん、スタッフの方々に感謝。今晩も楽しみに聞きます。ももさん。うん、あ、これちょっとだいぶ前にいただいたやつですね。生放送終わっちゃってますもんね。終わっちゃってますからね。はい、うん、そうですね。荒ぶる先生でしたか。いや、荒ぶらないですよ。そうですね、荒ぶらない、温厚、温厚な、はい、昔はブチ切れてましたから、ブチ切れてました。そうですかね。はい、お前何がしたいんだって、長州、はい、長州みたいに切れますよ。切れましたか。何がしたいんだ、だいぶ年お年を召されて丸く丸くなった。長州さんが丸くなったよね。はい、あの橋本に切れた時の長州力みたいになりますよ。よくわかんないですね。おめえ、俺を切らした大したもんだぞ。大したもんですか。俺を切らした大したもんだぞ。似てるかどうかわかんないですよね。わかんないですけど、似てるんです。とりあえずよかったです、先生が穏やかにねなって。いやね、あまりぶち切れまくってたら、ちょっと私ここの場にいなくって、多分履歴書持ってきてそのまま持って帰って、持って帰ってここ無理ですとか言って帰っちゃってましたね。今でも時々片鱗があるでしょ、はい、え、時々片鱗を見せるでしょ。そうですね、ちょっとドキドキしますね。なんか生意気なことを社員が言うとなんだ、もう一回言ってみろ。ハラハラしますけどね。うん、でももう慣れましたから。慣れました。はい、あ、昔はあの後、お前ちょっとこっち帰れって言って怒ってたんですよ。あららららら。お前は新日本プロレスですよ、ね。はい、で、うちに入るのは、はい、うちは新日本プロレスに入ると思えって。そんなこと言ってたんですか。そんなこと言ってました。おかしいです。ここは普通の会社じゃない。はい、プロレス団体だ。あ、でも今いらっしゃる方は生き残ってこられた方ですから。だって生き残ってても。うん、ね、ね、ということですね。うん、はい、補佐が何にも聞こ、聞き、あ、そう、はい、補佐が最強説があります。最強なんですか。何も右から左へシューって抜けてきますから。素晴らしいですね。イメロはね、はい、言ったら、いや、はい、僕は言うんとこだってすぐへりくつ言いますから。もうそんなやつしか生き残ってないんで。そうなんですか。うん、もうどうしようもないです。いやいやいや、ね、皆さん素晴らしい方だと思いますよ。はい。はい、次がですね、アトラスラジオで募集中のアマビエの絵です。はい、これちょっとね、違う場所に行っちゃって転送されてきましたので、はい、はい、送り先こちらでよろしかったでしょうか。はい、ちょっと違いましたね。うん、はい、サイトのお問い合わせフォームがエラーだったので、うん、こちらに送らせていただきました。うん、いつも楽しく拝聴させていただいております。うん、くまモンの目が厄除け効果があると聞いたことがあるので。くまモンの目。はい、くまモンの目なんですね。くまモンの目が、あの、くまモンの目って言ってますよね。はい、あ、そうですか。もう、はい、目だけ見てください。あ、目がいっちゃってるって完全に言ってますよ、これって。犯罪者の目ですよ。そんなくまモン、そんなこと言っていいんですか。目がいっちゃってる。あれ、ダメですよ、そんなこと。なんかね、はい、よからぬことを考えてる目です。何ですか、それは。あの、どんなことですか。いや、だって、欧米人がくまモン見たらすげえ怖がる。へ、はいはい、欧米人が陰謀論サイトで、はい、このくまモンは日本人を悪魔級に染め替えていく恐ろしいものだとか言ってました。そうでした。その証拠に、はい、この黒いクマを使ってるんだと、はい、ちょっと私初耳でした、それは。いや、くまモン、はい、悪魔級で検索したら、そんなのあるんですか。出てきますよ。あらら、まあ、誤解の陰謀論ですけど ね、はい、欧米人が見ると怖いもんに見えちゃうみたいですよ。なるほど。うん、はい、ですね、熊本の妖怪ですし、かわいいステッカーバージョンも制作できましたら送らせていただきます。うん、送ってください。で、ちょっと残念なことにね、名前と住所はないですけど、こういう絵ですね。あ、かわいらしい感じですね。はい、なるほど。ちょっとなんかあざとそうな感じもしないでは。ガングロっぽいですね。そうですね。うん、ちょっとカラーになるとどうなるかっていうことでね、うん、なかなかいいと楽しみですね。はい、ということで、はい、今回はこんなもんですかね。あ、こんなもんですか。はい、はい、
チャンネル登録の方をよろしくお願いします。ね、友人知人で面白い番組ないよと言ってる方がいらっしゃったら、アトラスラジオを推薦してください。そこら辺お願いします。それからですね、メールもくださいね。 tokushima5566@yahoo.co.jp 徳島5566@yahoo.co.jp までお願いします。ね、あの不思議体験投稿いただいた後は、まあ当然これコメント欄にいろんなコメントを書いていただく、これも大事なことですので、ね、まあアトラス掲示板というのも作りましたけども、まあそこでいろんなファン同士交流してもらっても構いません。はい、そんな感じです。ワンコの当たんガラスの中年佐川の友人、そしてお耳の恋人、お耳の親友、アトラスラジオでした。ご清聴ありがとうございます。オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルトだ。さあここで待ちに待った一日先週の思い出待ったなんてことを言うんですか。スーパーギャグを読めます。ハードル上げすぎです。あ、もういつも上げてます。はい、はい、アイムさんに言っていただきましょう。はい、はい、行きますね。はい、スタイリー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 、あ、CM？ あの、はい、なんかこんな、こんな、そうそうです、なんか変な親父が、はい、ね、腰をブルブルって。これはですね、親父みたいなのちょっと忘れちゃったんですけれども。外人じゃなかったですか？そうです。で、うん、後でまた保坂さんに画像を載せてもらいますけど、うん、1972年頃に登場した屈伸運動でウエストを細くするという健康器具。うん、屈伸運動なんかで細くならないですよね、今。なんかね、その後さまざまななんかウエスト細くするやつが出てきましたけど、効果あるんですね。サーフィンのサーフボードの上に乗って、はい、こうやってブルブルするやつ、サーフィンってこうやってやってると腰が、はい、ね、うん、ウエストがくびれてくると。これを買いました。俺買いました。 15,000円ぐらい、はい、どうしました。それで全然腰が来ないんですよそうですか。もうただ単に、はい、あの頃キナとランのお兄ちゃんのプリンがいて、はいはい、プリンと一緒に乗って遊んでましたよ、はい、遊んでましたか。あれどこ行ったのかな、捨てちゃったのかな私ももうありとあらゆるものを買いましたよ。買いました、はい、効果あった。昔は細かったんです、私実は。あ、そうなんですか。はい、最近はちょっと、ね、なんかあの、金魚運動のやつとか、 あといろいろな、なんかね、うん、忘れちゃったんです名前。金魚いろいろ買いましたよ。ブル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 ってやつ。ブルブル、あれはね買ってないです。なんとかブレードとかいうやつですかね。 あのなんかすごい振動で、はい、そうそうそう、振動でとか、あとバランスボールも買ったんですけど、ちょっと 2,3 回使った後、バランスボール、はい、あの、うん、義理の母にあげてしまいまして。お母さんやってるんですか。お母さんはちょっと乗ってるみたいですよ、バランスボールの。はい、あ大丈夫なのかなお母さん。大丈夫ですかね、あの丈夫な方なので、うん、あ、そうなんですか。はい、という感じです ね、はい、まああれですね、はい、まあそんなとこですよ、はい、ね、まあ痩せるのは飯食わなきゃ痩せるんですよ。確かに ね、 ね、でも、うん、ご飯食べないと元気出ませんからね。うん、いやでも俺太っちゃったやっぱり6キロぐらい。わかります。あの、わかります。結局俺痩せてたのにまた太っちゃったからでも前もちょっとね、なんか痩せすぎの感じもありましたね。いやでもね、俺ね、なんであんだけ絞ったかというと、はい、大月健二さん、はいはい、仲いいじゃないですか、はい、俺は、うん、あのちょっとオカルト界のロックンローラーになろうと思ってロックンローラー、はい、あー、うん、俺もミュージシャンみたいになるかなと思って、はいはい、で、結構げっそり痩せて、はい、俺ちょっとミュージシャンっぽく見えねえとか言ってたんですよ、はい、うん、そしたらもうこのふくやかにちょっと戻っちゃって、はいはい、戻っちゃったんです ね、 ねえ、確かにロックンローラーはなんかガリガリに痩せてますよね。痩せてますよね。こんなムチムチした栄養満点の、はい、ロックンローラーいないですよね。ちょっといないですね。うん、あ、ちょっとロックな山口敏太郎目指したの。それも目指してください、うん。またちょっと痩せます。またこれ3日間、はい、2日間ぐらい、はい。断食ですか。断食ありますよ。わあ。でまた終わった後フラフラとか言って。フラフラになる。遅刻してきちゃったりして。フラフラ、あ、フラフラになったところ見たことあります。ないですね。ありますよ。今度見せてもらいます。いや、もう3日目なんかすごいですよ、はい、3日目断食やった時は、はいはい、会議の時こうやって黙ってこう目をギョロギョロ、 ギョロギョロさしてるだけですから、ギョロギョロさしてこの会議の課題はどうするとか。怖いですよ。みんな怖がる。怖いですよそれは、うん、そんな感じです、はい、うん、まあね、あの、まあ、はい、ぼちぼちやっていきましょう元気に、
はい、それでは、まあ、次回のアトラスラジオの時間までさようなら。さようなら。バイチャバイチャバイチャって言ってください。バイチャはい、バイチャ、はい、さほど面白くなかったです